多賀線は、滋賀県彦根市の高宮駅から、滋賀県犬上郡多賀町の多賀大社前駅までを結ぶ、大見鉄道の鉄道路線である。多賀大社への 3K 路線。彦根方面への通勤、通学路線でもある。かつては、住友セメント、多賀工場やキリンビール、滋賀工場への引き込み線があり、高宮駅には、この中継のための貨物ヤードがあった。 2013年3月16日から本線、前原駅高宮駅間とともに、彦根、多賀大社線の愛称が付けられている。線内折り返し運転のほか、本線の彦根駅や前原駅まで直通運転する列車もある。800系、900系、電車2両編成でワンマン運転を行っている。高宮駅構内で本線から分岐する多賀線多賀線は、 三浦泉他7名の発起により、多賀警弁鉄道に大使化付された犬上郡高宮村道軍多賀村大技、多賀間の免許を、大見鉄道が無償で譲り受け開業したものである。多賀大社への路線開通は、大見鉄道の業績向上に寄与したという。AB 寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄から、猫パブリッシング大見鉄道専用区間の、 先区愛称の命名について大見鉄道、2014年10月27日閲覧、白土定を、大見鉄道、私鉄車両めぐり特集3、鉄道図書館公開、1982年267ページ、軽便鉄道免許状下付、官報1912年9月17日、軽便鉄道運輸開始、官報1914年3月17日、 地方鉄道及び軌道一覧、府、専用鉄道、昭和10年4月1日現在、ありがとうございます。